这次终于来到了 ACE， 那这个发动机说实话转子我不是很懂，然后我们请来了日本的白兹雅勇先生。嗯，接下来就让白兹先生呢用日文来跟我们对话，因为他之前受38号车评老师的一个采访啊，他说说中文的话会比较紧张，其实他中文也不错的。哎，不行不行不行啊！你看，都完全听得懂。他说你在中国待了有几年来着？差不多7年，差不多有7年嘛。其实我们白兹先生还是一个非常优秀的车手，可以看到在那边有很多奖杯，当然这仅仅是一些长得不是特别好看的奖杯，有很多很好看的奖杯都被拿去酒吧饭店啊做展示了，是不是？好，那我们接下来说正题啊，就说到转子。其实转子这个东西，说实话，我是真的一点都不懂。是吗？对，这么简单的东西啊。啊，首先就是现在网上面都说1.3的排量，3.0的动力，油耗也是3.0的油耗。解释解释啊。我说理由就可以。哎，可以。この問題は1300の排気量っていうのはロータリーのその排気量の考え方っていうのはこのロータリーのハウジングの中で計算するんで、普通のこのレシプロエンジンピストンのサイズとは違う計算の方法なんですね。だから 1.3 と言っても効率的に考えると大体 1.5 倍を計算するんです。だから 1.3 の 1.5 倍といえば大体2リッターぐらいの排気量の計算をしてもいい感じになるんですよね。まあちょっとここに書いてある先ほど言われた 3リッターと大体同じぐらいって言ってるんですけど、まあ3リッターぐらいのエンジンよりかはちょっとはまだ僕が思うのはちょっとマシかなとは思ってますね。哦，好了，接下来你就不用说中文了，因为我听懂了。听懂了，对，我听懂了。为什么我听得懂呢？是因为我动画片看的比较多。啊，这个是X7，这个两个是X8的。嗯，这个是X8的。啊，这两个是X8的。X7和X8它其实就是油耗上会有很大差别。これはね、ターボがついているかついてないかの違い。だから普通のレシプロエンジンでも。ターボがあるないによってそのガソリンの減りは違うと思います。哦，那差七大差不多多少？按照我们中国的算法，就是100公里多少升油？啊，这100，这个我们日本啊是一升多少公里 ？OK， 那你就说一升多少公里？これは RX7 の場合はだいたい1リットルでだいたい6キロぐらい。RX8 は8キロぐらい。其实X8还是相对会比较省油的。嗯，这个没有办法，这个台涡轮啊，而且马力也比X8高嘛。啊，就是X7和X8它整的一个排放，它方式会有一些不太一样。对，排放的方式不一样。これは RX7 のブロックなんですけども、これがあの排気口になります。これは RX8 のあのこれが排気になります。これはだから RX7 と8の違いというのは、8は横から出ていきます。はい、排気されます。でも RX7 っていうのはそのままこのまま排気が出ていく。だから効率はこちらの方が高いんです。でもなんでこの RX8 になってから横から排気になったかっていうのはその排気の、ガスがかなり、濃いのでどうしても、検査今の国の排気の検査に通らないってことで、8はこのようになりました。听闻啊，就是这个转子的发动机可能6-7万公里就要换一个，是不是真的？これは日本では大体ですけど、10万キロ以上走るとだん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 この圧縮比が落ちてきて、エンジンのかかりが朝悪いとか。そういうことになってきたときに初めて考えるので、中国だとどうしても6万キロ、7万キロになるとそのようにエンジンを交換と言われてるんですけど、僕らはまあ大体10万キロを超えると、一辺中身をオーバーホールするっていう考え方があります。哦，就是要10万公里才。那我就想问了，那为什么中国他很多人都说6万公里，它使用上有一些什么样的问题？僕が考えるには多分ガソリン、まずガソリンが違う。あと使うエンジンオイル。オイルが違うっていうのが多分この2つが大きな問題だと思います。哦，那好了，那我就要问了，那是不是说在国内使用的话，最好还是98号油？日本の廃屋っていうのは、大体99.5ぐらいあります。はい。那就是日本的油其实比中国还是要厉害的。那你前面还说到了机油，对吧？那机油的话，转子发动机的机油使用上，它有没有跟普通的那种就往复式活塞的那种机油使用上有什么差别？
一番大きな問題ね。これは普通のエンジンと何が違うかっていうと、ここ見てくださいね、ここ、うん、ここっていうのが、まあ、小さい穴があります。あ、ここからエンジンオイルが出てくるんです。だからここのオイルを一緒にこう燃やすことによってエンジンも守るっていうことは、エンジンオイルがいいオイルを使わないとすごい汚いオイル、カーボンとかに変わって汚くなるんですね、このように。でもこれは綺麗ですけど、うん、だからエンジンオイルと一緒に燃やすというのが普通のエンジンと大きく違うところです。あ、那选择机油的标号上面应该是有什么讲究吗？基本的には一般の普通のレシプロエンジンと変わらなくてもいいんですけど、気をつけなければならないのはやっぱり粘度。僕らは夏と冬でオイルの硬さを変えます、お客さんのオイルは。RX7 の場合は夏場は非常に硬いオイルを使います。なんでかというと、もともとその RX7 というのは排気温度が普通の車に比べて100度高いです。一般のレシプロエンジンが排気のこの辺りの温度っていうのはだいたい900度以下なんですね、うん、ただ RX7 になってくるとここの排気温度っていうのは、1000度近くなんですね、だいたい980度ぐらい。だから、燃焼温度ももちろん高いんですけれども、あまり高い温度で燃えることによってオイルのカスが出やすいので、できるだけそのオイル成分が化学合成の、あまり柔らかいオイルというよりか粘度の指数が高いオイル、例えば 15W50 ぐらい、冬場になるとちょっと柔らかくしてっていうのが、なんでかというと、RX7 に関しても、まあ、RX8 も一緒なんですけど、エンジンをかけるときにあまり硬いオイルだと回転が遅くなるんですね、うん、だから少しだけ柔らかくしてだいたい 10W45 とか40ぐらいを使いますね。でも一番大事なの、もう一個大事なのはエンジンオイルの温度が、うん、普段どれぐらいなってるのかっていうのを常にこう車の、持ち主は、管理しておくのが一番いいと思います。なあ、X8 嘛，毕竟一个是涡轮，一个自吸。嗯嗯。だから8の場合は冬場からでいけばだいたい 0W の、30ぐらい、夏場は少し硬くて 5W の35とか、40ぐらい。5W30 でも問題はないです。中国的一些用户啊，嗯、就不是说马自达那个转子发动机、嗯，就是一些车的用户、嗯、特别关心一个点，烧不烧机油？これはもう絶対オイルは出てくるので、エンジンオイルがここから出てくるので、これは絶対肯定烧机油。大体一般的に言われているのは3000キロで1リットルぐらいが一般的。那是阿萨西和塔巴都一样吗？嗯嗯，大体一緒。正好说到这个，那一般来说，就是这种转子发动机，它的整个保养周期，你建议是多少公里保养一次？日本では大体3000キロ、3000キロから5000キロ。啊，就最长最长5000啊，不管我用什么机油。嗯，火花塞也是一样，差不多保了2万公里以内吧。那它对火花塞有什么特定的要求？比如说像一些什么铂金啊、铱金啊？これはね、専用の。哦，专用。嗯。啊，専用のプラグ。啊。普通のエンジンは2回に1回ですけど、これは1回で3回だから、だいたい6倍。啊。ぐらいすぐ。懂了，懂了。嗯。它的整一个发动机，你说到了10万公里啊，它是基本上是要大修的，是吗？そうですね。啊，大修，那它大修一共要换一些什么东西呢？一般的にはこちらにある、ロータリーがあるんですけど、一般的に言われているのはこういうアペックスシール、コーナーシール、それからサイドシール、オイルシールというこのシール類の交換が一般的で、あとはその各このハウジングの面、このハウジングの面を計測して問題があればもう一遍これを、全部きれいにまっすぐもう一遍平らに、だいたい 0.04mm ぐらい削り直して、使います。那两边都是需要削平的吗？これ実は3枚、この横にあるハウジングってのは3つあって、1枚、2枚でここ、それとあともう一つ3枚あって 4面、4面全部このようにも削ります。で、あとはその細かいシール類、ここのシール、それからここのシール。那一般的话，这样的一次大修大概多少钱？例えばエンジンブローしてない状態、これが潰れてない状態であれば、だいたいそうですね、安ければ3万元ぐらいで直りますかね。3万元、日元、人民币。我本来想3万日元好便宜。
で、 でも RX7 と RX8 はまたちょっと違って、あ、うん、RX7 っていうのはもうすごい古い車なんですよ実は、あ、はい、うん、だから部品も同じ 13B でも RX7 と RX8 っていうのは全く違う部品なんですね。だ、部品が古い車っていうのはどんどん日本って高くなってるんです。あ、これが8は日本円で3万8000ぐらいなんですね、これ。ああ、でも RX7 全くよく似てるんですけど、倍以上の8万円ぐらいします。ああ、那就是啊，它其实因为它老了，所以它会比较贵。嗯嗯嗯。哦，那配件难买吗？嗯，不难买。嗯，大丈夫大丈夫。啊，毎年毎年こう高くなってる。那 R 叉八会随着时机会越来越贵。嗯，そうだね。嗯，だから7を直す場合は倍ぐらいかかる。6万元ぐらいかかる。哦。哦，那我看我是认识几个人玩 RX7 的，我靠，那可贵了吧？哎，那既然它10万公里，无论如何基本上都要修了，嗯，对吧？嗯，那它有什么强化的方案吗？强化する前に、先ほど言ったようにこのだあのオーバーホールっていうのはすごい精密に検査をしないとダメだね。普通にバラして同じ部品を交換して組み立てるだけでもエンジンはかかるけど、全然それではもう別のエンジンね。だから先ほど言ったように今度強化するっていうことになると、基本的にはこのマツダのパーツを使いますけれども、あとはこの吸気口の形を、変える方法があります。あ、はい、え、那我就像跟你说的、就之前为了来采访你啊，其实我得学习一些东西。嗯嗯。有什么什么 bridge ported， 然后还有什么 side ported， 大概是什么意思？能跟我解释一下吗？嗯嗯。先ほど言ったように、大体、3つの方式があって、サイドポート、それからブリッジポート、それからペリフェラルポートという、まあ、改造の方法があるんですけど、一般的にそのサイドポートというのは、まあ、ノーマルにも採用されている。サイドというのはあくまでも横から入って、燃焼室に入るという形状のことをサイドポートというので、もともとこの形状がサイドという形状になります。じゃあサイドポートの次に、これを大きくこの削ることによってサイドポートを加工というんですけど、それを大きくして入ってくる空気の量を増やす、まあ、これは一般エンジンのカムシャフトの角度を大きくする効果とほぼ一緒ですね。うん、把这扩大一点。うんうん。で、あとさらにそこからブリッジポートっていうのは、ここにブリッジ上の穴を開けることによってタイミングは一緒でも入る量が多くなるということなんですね。じゃあなんでこれをブリッジにしないとダメか。それはこのロータリーがこのように動くときに、じゃあここも全部開けてしまってしまえば、ここにコーナーシールがあって、これがないとコーナーシールがこの中に落ちるので、それを落とさないためにここにちょっと残すんです。最後にじゃあペリフェラルポートっていうと、まあちょっと難しいんですけれども、これは排気なんですけれども、排気とほぼ同じような形をこの辺りに穴を開けます。でここに開けることによって、直接入れることによって効率を高める。先ほども言ったように排気でも直接出る方が効率がいいって言いましたよね。このサイドよりかは直接ここから出る方が効率がいいということで、ここにまず穴を開けて、で今までのサイドのところをもう蓋をするんですね。まあ、デブコンとかいう、まあ、セメントに近い素材を使うんですけど、それで塞いでも直接ここから入れて爆発させると。でそうするとこうアイドリングでもすごい独特なこうベッ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 っていうチェーンタイプ。はい、お願いします。遊びの指示。ああ、今ロータリーでは基本的には4種類、一番低いのが 8.5、 まあ昔の RX7FC と言われてた頃のやつが 8.5 で 9.0、 それからアメリカであった FC の NA バージョンで 9.7、それから RX8 の 10.0 というこの4種類があって、まあこれはもう基本的にこれ自身を交換して、この中に入れるという。ああ、那它取决于它压缩比高低的其实是这个是吧？うんうん、ここの大きさ、ホリホリバスタブって言うんですけど、まあお風呂のバスタブなんですけど、ここの形状が深くなったり浅くなったりして、就越平它压缩比越高。うん。哦，就跟活塞顶那个其实是一样的。ああ。